Hello, Mochi here. こんにちは。みんな元気にしてましたか？今日みんなにうちのグラフィジカルセットアップでのカードデックの比較をした動画を見てもらいたいと思います。もちろんグレはセッティングとか RNG とかエクイプメントによって結果は変わってきます。今回の結果もそれぞれのカードデックのダメージテストを10回ずつしてその平均を比較したものになってます。結果としてはグレオフィジカルは他の DPS さんと比べてまず動物さんたちを呼び出してから攻撃するっていう形なのでメンパワーを貯めるにはベストなクラスではないです。なのでグレオフィジカルではブルータリティはそこまで効力がないです。ヘロシティに関してはメンパワーを7秒間キープすることができるのでいいと思います。ブレーバリーは BBMC を直接与えてくれるのでこれも結構いいと思います。他のデッキがない場合はその種類を使っても大丈夫だと思います。いつもみたいに詳細の方はエイトページスクリプションに書いてあるのでよかったら時間がある時にチェックしてみてください。いつもモチのことを応援してくれて本当にありがとうございます。モチのナレーションはここまでなんだけど残りの動画も楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあまたね。モチ sending you sunshine。